昨年の11月の、22日たまたまだったんですが、まあ、その日に入籍をしまして、まあ、このねぶた小屋に入る、1週間ちょっと前3月20日に、神前で挙式を行って、そして、披露宴を迎えて、それが終わって、その後は、本格的に本腰を入れて、作業を進めておりました。ねぶたを作っている時はですね、意外とそう感じでは今まだいないんですけども、まあ、ただいろんな、まあ、心の支えですとか、そういうふうなものが非常に何て言うんでしょう、自分自身を落ち着かせてくれるというか、あ、そういうことなんだなというふうなのを、まあ、今作りながらもですね、感じているところではあります。